羽賀高次は戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。下野国も家上主。羽賀氏は清原氏の後裔、芸野国の有力武士団、新党の党領で、益子氏の祈祷と共に、危機よし両党と呼ばれる。大英六年、下野家宇都宮氏家臣、羽賀高次の子として誕生。天文十年、父、高次が、主君、 宇都宮直綱と対立し、反乱を起こすも廃止し、兄、孔寺も、光寺元年に、羽が高笹に追い詰められ自害すると、高次は、益子氏の下に身を寄せる。その後、孔忠氏の養子となり、家督を継いだ。永六九年、四君、宇都宮広綱の名代として、軍勢を率いて、小田七を攻撃する。翌年も、広綱の代わりに出陣した。天正四年に、 広綱が没すると、子、国綱に仕え、ご法上氏と巧みな外交をしながら、独立を保ち、その一方で、結城氏や佐竹氏、白川結城氏と手を結んで、これに対抗した。天正年間に、宇都宮・広綱の設出、南両院らの要望で、国綱の弟、自己を養子とし、宇都宮に近い羽賀家の日山城に移った。天正十七年には、 家中の勢力争いから、マシコ氏を攻め滅ぼすが、高次の親北条路線が親佐竹路線を取る主君、国綱と反目し、関係が悪化。同年、後北条氏に寝返り北条氏国らと共に手勢を、引いて、滝城を攻撃したが、宇都宮市家臣、多幸綱継ぎの活躍によって退却したが復帰を、許された。翌天正18年には、国綱と共に、 佐竹義信に、小田原への参陣を進めている。その後、ほどなくして、道のく国白河に追放され、文禄元年に、同地で没した。資料総ー第十一編11編の912-251ページ、資料総ー第十一編11編の912-264ページ、ありがとうございます。